ドコモから登場するエクスペリア XZ3、 早速魅力を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回のエクスペリアの3つポイントをご紹介します。お願いします。はい、1つ目がこちら、エクスペリアで初めて有機EL ディスプレイを搭載しています。圧倒的な映像美です。続いて2つ目、エクスペリアといえばやはりカメラですよね。今回は新しい操作の機能も搭載された、自信を持ったカメラ機能です。そして3つ目、この6インチの大画面を片手で簡単に操作する新しい操作感の機能も搭載しております。自信を持ってお勧めできるエクスペリアです。ポイントを絞って今3つ教えてもらったんですけど、まずはこの映像美ですよね。私ずっと気になってたんですけど、この裏にねめちゃめちゃ綺麗な映像あるんですよ。ちょっとこっちこっちお願いします。皆さんご覧ください、この映像美、この技術がスマホでも楽しめるんですよね。そうなんです、ナカネックスさん。こちら、ソニーのエンジニアが、何百ものパラメーターをこの有機EL ディスプレイを参考にチューニングして作り上げた圧倒的な映像美を手のひらでお楽しみいただけるんです。こう手のひらの中でも迫力ある映像が楽しめちゃうんですよ。ちょっと近づいてみます。近くで見てもやっぱり綺麗、すごいですね。そうなんです、ナカネックスさん。では続いてエクスペリア XZ3、 2つ目の魅力は、はい、こちらです。スマートカメラ起動、エクスペリアで美しい写真を撮っていただけるのはもちろん、今回新しい、操作感が、登場です。このようにエクスペリアをポッと持ち上げるとカメラが自動でスタンバイします。ちょっと、もうポケットにあるところからカメラ起動してたんじゃないですか。まさかまさか。じゃあもう一度お見せいたしましょうか。注目。このように起動するんです。信じられん。ちょっと待って、すごいですね。もうこれで決定的瞬間を逃さずに撮っていただくことが可能になっております。では私も実践してみたいと思います。こちらのスマホ、電源は入っているけどもカメラは起動しておりません。これをポンと、いやー、カメラが起動しました。ちゃんと撮れる、本当にカメラだ、当たり前かすごい。続いて3つ目の魅力をよろしくお願いします。はい、こちらです。サイドセンスです。こちらの6インチの大画面を片手で簡単に操作することができます。このように2回トントンとタップをすると、このようにその時のお客様に合ったアプリケーションが AI が予想して表示をします。またこのように端末に搭載されたアプリを簡単に全て表示させるようなことも可能です。これがあればもうスマホは片手で簡単に誰でも操作いただけます。大画面でも片手で使いやすいですね。そうなんです。もう私たちユーザーのことを考えて作られた設計なんですね。はい、自信を持ってお勧めできる機能です。ナカネックス、はい、もちろんスペックもバッチリなんです。こちらカメラのスペックは前回の XZ2 よりアップして、ウィンカメラ約1320万画素搭載しております。そして、ドコモが自信を持ってお届けするネットワーク、今回は上りの速度が 131.3Mbps に上がってます。対応しているスマートフォンはエクスペリアだけです。それ以外にももちろんおなじみの便利機能もしっかり搭載しておりますので、安心してお使いいただけるエクスペリアです。もう従来の便利機能も搭載されて、新しい魅力まで増えて、もうエクスペリアシリーズから目が離せませんね。そうです。進化を続けるエクスペリアの最新作 XZ3、 皆さんもぜひ体験してみてください。